皆様こんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、取得が難しいと思う資格はということで、株式会社レビューさんというですね、メディアに掲載されていたですね、記事をご紹介 したいと思います。100人ほどにですね、アンケートを取りまして、女性が60人かな、はい、っていう形の、内容になっていましてですね、1位からご紹介していきますと、まず弁護士ですね。弁護士はそうですよね、予備試験かもしくはロースクールを卒業しないと、取得することができないので、その受験資格へのハードルが結構高いこともあって、多分資格が難しい、取得が難しいっていうところで1位なんだと思います。で、2位がですね、実は3つあって、会計士、薬剤師、気象予報士というふうに、なってまして、2位の会計士が、なぜ難しいかと言いますと、これ試験の難易度だけじゃなくてですね、単純なその資格に対するですね、その資格の属性っていうんですかね、背景ですよね、特に会計士なんかは若い人が受けますし、総計とかのね、大学在学中に、やっぱり会計士を取得されるいう方が多くて、40代から取得してもね、いやそれはちょっとみたいな感じのね、世界だったりするので、やっぱ若い人がね、こぞって受けるっていうところで、なかなか相当年取ってから難しさがあるっていうところで2位なんだと思います。で、薬剤師は6年間学校行かなければいけないと思うので、そのハードルがやっぱりあるのかなと思うんですけれども、なぜかですね、医師がこのランキングに入ってなくて、医師の方が結構大変だと思うんですけれども、なぜかここで薬剤師が登場しています。で、次に気象予報士、これは私も全然よくわからないですけれども、全体では1万1000人ほど、いるということで、昨年の合格率は 4.2% で、年2回、試験があるということで、その合格率の低さとかからですかね、よくね、子供とかね、アイドルとか気象予報士になりましたとかあるんですけども、結構だから気象予報士イコール結構すごいみたいなイメージはあるのかもしれないですね。私も難しそうだなというふうに勝手なイメージを持ってるんで、そこで2位になったんじゃないかと思うんですけども、そういうことです。はい。で、第5位が宅建士。これ宅建士は別にそんな難しくないので何とも言えないんですけど、世間的には難しいイメージが一応あるそうですけれども、私はちょっと違うと思います。6位最後、獣医師ということでね、ここでも医師は登場せず、なぜか獣医師が登場するということでね、なかなか世間が思う、難しそうだなって思う資格って実際のものとはね、少しズレがあるんだなっていうのがね、率直な感想でしたけれども、皆さんがですね、取得が難しいというふうに、思うような資格はもしあればね、コメントとかでも書いてください。はい、ということで、私的難しいランキングだと、医師、弁護士、会計士か、そうなってきますよね。なかなかあんまり芸がないので、世間的にはこれが難しいと思われてるっていうようなことの、そういうご紹介でした。皆さんもぜひね、これがむずいんじゃないかっていうのがあれば、ぜひ書いてください。はい、ということで本日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。